皆さん、こんにちは。なるほどてです。えー、今日もボールソーとパズルで遊んでいきます。さあ、レベル74ですね。行ってみましょう。ピンクがいけそうですか。で、オレンジが2個あるから、あ、赤も2個ありましたね。これで行きますか。で、えー、っと、いや、この後ちょっと土曜日のお昼なんですけど、ミラティブさん配信してみようかなと、久々,久々ですね。ちょっとリクエストいただいてますので。いや、どうなりますかね。楽しみですね。 えーっと、まあ、一応予定では青にオンラインさんの予定なんですけど、皆さん遊ばれてますか青にオンラインさん面白いですよ。えー、オレンジ、ピンク。あー、ちょっともう動かせなくなってきましたが。青を動かしても紫ダメでしょピンクもないから、取り出すの間違った感じですか さあではピンクと灰色ですかね。ピンク、灰色。でもやっぱ赤が、赤オレンジですかね。赤オレンジ入れると、赤オレンジ、黄緑、青、青、灰色、青と灰色、青と灰色入れると、赤が映せて、 ちょっと入れてみますか赤と灰色で赤でしょで赤を動かしておいて灰ん灰色をこっちにすると紫黄緑ないあーダメですね灰色一旦こっちですかでピンクを見て つ灰色3つにして紫赤赤をこっちに入れるとピーカー入れると紫が出せるけど黄緑が出せないオレンジを入れると黄緑動かせる でもはい、うーんーと、黄土色が出せない。あ、黄土色出せますか。オレンジ動かしてからなこうしますか。で、うーんーと、ここからですよね。さらに問題なのは。ピンクを入れてもあれでしょう水色、青。これを左に。 動かしておいて、どうするか。なんか2個ずつ上が揃ってるから、なんかダメっぽそうな気もしますけど。黄緑出せない水色。水色入れても、青出して、水、あこれで青入れて水色こうしますか。じゃあオレンジも出せるから、おおばっちり。で、この次ですよ。ピンク出して、 灰色を右に動かすと水色が取り出せるからこうでしょで灰色を例えばビーカーに4つ揃えた場合は紫を右にやって黄土色を右にやって紫。 うーんー、ピンクが出せないですね。ピンク出せないからちょっと一旦諦めて。これを黄緑を出してもダメでしょう。赤出せない。赤を動かしておいて、紫を右にしますか。こうしますか。うーどと、で、これで、あ、ダメだった。わ 失敗しちゃった。ここまで来て失敗するなんて。あ、失敗してない。なんかこれ失敗しちゃうように見えるけど、失敗し、あ、合ってるパターン。嬉しい。よし、これでいけますね。いや、本当にいけるかどうかちょっと。あ、そう、こっちを出さないといけない。灰色をなんか揃いたくなるけど、あれダミーですからね。<laughs> 勝手にダミーって言ってますけど。これでいけるでしょう。さあ。 バッチリですね。ありがとうございます。えー、ではですね、今回の動画、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況たくさんお出ししてますので、よかったら、なるほど。天のチャンネルの再生リストから引き続き動画ご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。